保証を喜んで、これやっぱ大物ですかね。これはプロはそうあるべきですね。今シーズン5試合目のスターティングオーダーです。長嶋監督とも豊田さんはみっちりと取材といいますかね、言葉を返してらっしゃいました。ここまでは3連勝できております。さあ、ジャイアンツ先発は今シーズンまだ勝ち星がない牧からです。いきなり飯田にフォアボールです、ね、この顔がもう悲壮感いっぱいですよね。ワンアウト後、飯田が誘い出されます。このプレーになって飯田の左肩痛めます。痛いですねこれ、ダメかと思いましたよ。もともと痛めてたんですよね。そうなんです、そうなんです。もうこれで出場今日ダメかなと思ったんですが、この後きちんと守備についております。さあ、スワローズ先発、こちらもまだ勝ち星ありません、西村です。2回です。ワンアウトからバーフィールド、そして松井の今日初打席、沸きました。2エンド2です。5球目、これを振らないようにしなくちゃいけませんって自分で言いながら振ってますからね。スイングアウト。さて、2回のスワローズ、ワンアウトからハウエルです。一塁駒田、合いません。両方ともなんか思い切りがないんですね。記録は駒田のエラーです。そして池山がフォアボール、二塁一塁。畑はカウントワンスリーからです。このワンスリーの内容がですね、ノースリーからストライク取って、その次置きに行って打たれるという、ね、割合にマイナーな打たれ方なんですね。あ、そうですか。カウントで打たれるというやつは。2対0スワローズ先行。さらに3回です。トップの飯田、左肩の痛み、何のそのセンター前ヒット。ノーアウトのランナーです。新井はフォアボール、二塁一塁。ワンアウト後、4番の広沢克己、いいとこ行った。しかしいいところに篠塚がいた。なかなかのプレーですよこれね。ですね、それでこういうのがあるとね、まあ大体こうゼロで収まるんです。ところがゼロで収まらないハウエル、抜けます。せっかく収めようとしたのにというね、野手の、これ反感を買うんですね。これね、3対0です。さあ、西村は3回までは2安打ピッチング、まあ、バックの素晴らしい守備もあるんですが、この辺りの西村のピッチングです。飯田、素晴らしい。今日は落ち着きもあったしね、コントロールも良かったから、まあ取られても1点か2点かなというような感じで見てましたけどもね。続く原もセンターフライに切って取ります。ただ今の球なんかはちょっと甘いですね。そうですか、はい。西村はしかし4回まではゼロを並べます。さて、4回裏スワローズ、畑ワンスリーからまた打ちます。もう何度も言うのは嫌になるような例のマイナーなパターンってやつですね。これは一番良くないです。良くないです。カウントで打たれるってやつよね。ここで牧からマウンドを降ります。さあ、4点のリードをもらいました西村、5回です。2アウトから8番の大久保、初球打ち、これが伸びていきます。これはしかし、なんて言いますかね、道が開けたと言いますかね、もう閉ざされてたものがパッと見えたというか、光が差しましたね。そうですか、はい、4対1。さあ、ジャイアンツ5回の裏、マウンド上は3番手の木田です。3番の古田、持っていきます。こういうバッティングができるようになるとアベレージも上がり出しますね。そうですか、はい。そしてこの後4番の広沢、これはまあなかなかいいピッチングでしょう、はい、はい。ここは木田の勝ち。そしてハウエルの時なんですが、古田走ります。これは木田が助かりました、そうですね。さて、6回に行きます。6回の表、ワンアウトから河合を迎えております。西村、サードハウエル、足の方が少し速い。ワンアウトランナー一塁です。3番の篠塚は続きます。これで河合が一気にサードまで行きます。三塁一塁、ここで4番の原です。ワンボールから行ったと思った人がかなりいた。 90% ですよね。でしょうね、新井が取ります。結局犠牲フライ、4対2。さて、松井の第3打席、7回です。これも行ったと思った人がいたかもしれない。
まあ、スイングは途中で止まってますからね。あ、そうですか、うん、ハードラックですけどね。さてスワローズのリードが2点になっています。7回です。マンド上の木田、ツーアウトから古田にヒットを許して、その後広沢克実抜けていきます。古田は一気に三塁まで行って三塁一塁です。さて5番のハウエルを迎えました。初球打ち、木田苦しい、ライトに行った、前に落ちるのか、すごい、これはすごいの一言。こんなファインプレーというのはトレメンダスプレーって言いますか。あ、もうこんなの初めて見ましたね私。こんなの体の後ろに行ってるんですもんね。あ、これはすごいプレーですよ。ものすごいプレーでした。さあ西村ですが、8回福王にフォアボール、そして岡崎にもフォアボール、あれあれとなってきます。本当ですね、どうしてこんなところに来てこうなるのっていう感じしましたね。ノーアウト二塁一塁、こうなれば2番の河合は送ります。サードはタイミングが微妙なんですが、サードがパッと返ってるアウトだったんですけどね。ですね、ワンアウト三塁二塁です。ここで野村監督は2番手サウスポーの森を投入します。バッターは篠塚、ピッチャーゴロ。あー、これで終わったなという感じしましたね。ツーアウト、終わったなという豊田さんの予感は、ここで3番手のピッチャーは川崎、バッターは原なんです。ワンエンドワンからです。高々と上がります。上がっていきます。そして上がっていってフェンスまで届きます。逆転スリーラン、5対4。川崎座り込みます。原の一振りです。まあ、コースも甘いですけどね、まあ、こういうところで打てたっていうのは大したもんでね。失礼しました。4番の仕事をねここは原しました。ジャイアンツ逆転。さあこうなりますとジャイアンツ石毛の投入です。9回裏すでにワンアウト、トップのジョー、これでツーアウト。これまでかなという野村監督。しかしこの辺から急にこうなんて言いますかね、急ぐんですよね。それでアップアップになるんですよ、これちょっとしたらもつれるなと思ったんですけどね。ただもつれなかった、石毛踏ん張りました。本当よく踏ん張りましたね。石毛10試合連続セーブポイントです。スワローズはつらいつらい逆転負けで4連敗となりました。ジャイアンツは逆に4連勝で貯金が3つ、長嶋監督通算400勝目です。